です。今日はですね、お仕事のために高知県に前乗りなんで、ちょっと高知県で美味しいものを食べたりできたらいいなというふうに思っております。ということで行ってきます。さよなら羽田空港。高知久しぶりだから楽しみ。龍馬です。幕末純情伝っていう舞台をやっていて、坂本龍馬さんにだからすごい気持ちがあるので、今日はめっちゃ高知に来れて嬉しい。でもなんか坂本龍馬って教科書からいなくなっちゃうかもしれないらしくて、そしたらなんかこの高知龍馬空港どうなるんだろうってちょっとね、ずっと私は気に病んでおります。気に揉んでおります。じゃあちょっと市内の方行きますかね。さあ、高知駅の周辺に着きました。いますね、なんだあれ、なんか高知駅に大きい銅像がある。 Vlog チャンス。3人銅像が並んでるのが見えたんですけど、それが誰と誰と誰なのかを今ちょっとここでクイズしたいと思います。あ、じゃあこっからもう見ていいですよ、見て当ててください。うん、うち龍馬、土方、近藤で行かせてください。関係ない、私が新選組に引っ張られすぎ。え、知らん、誰。正解は中岡慎太郎先生と坂本龍馬先生と、え、なんて読むんだろう、竹内半平太先生でした。おー、でも後ろ姿かっこいい。高知駅、高知に来たんですけど、今日はですね、なんと私の推しのストレイキッズがライブをやっているということで、高知の映画館でライブビューイングを見ます。イエーイ。あった、なんとね、だからこう高知の東宝シネマズに来ました。ハッシュタグ高知のステイとつながりたいですね。でもちょっとめっちゃお腹空いたんでポップコーン買っていこうかな。楽しみだ。なんか映画館で映画見るの、映画じゃないけど久しぶりだし嬉しい。めっちゃお腹空いた。じゃあ行ってきます。バーイ。さあ、ご飯を食べに来ました。カツオのたたきをね、やっぱ高知に来たからには食べたいと思って、時間も遅くなっちゃったので居酒屋的なところに向かっております。おー、なんかわいいね、いいね。楽しそう、広め市場。あ、外で来た来た。この明神丸さんにやってきました。どら焼き、カツオ、たたき、楽しみですね。あー、なんかすいた。どうしよう、飲まないと思ったけどビール飲みたくなってきたぞ。あ、待って、ルカちゃんのサインある。まずは友達のサインがありました。カツオ、急なメイク動画よいしょ。楽しそう。隣の席が34人で楽しそう。いいな。ライブビューイング最高でした。楽しかった。高知のステイの皆さんと一緒に盛り上がりました。でももうあの空間にいた人と一生会わないわけじゃないですか。不思議ですよね。誰かここにたどり着いてくれないかな。2月25日の東宝シネマズ高知でスケズのライブビューイングを見たっていう人が私のこの動画にたどり着いてくれないかな。今日はマネージャーさんと一緒にご飯来てるんですけど、マネージャーさんお酒飲めないんですよ。だから一回も一緒に飲んだことないんですけど、なんか今日は飲めるとか言い出して、なんか謎にゆずチューハイ頼んでたから、
ちょっとびっくりしたら、やっぱ飲めないかもって言い出しました。やっぱ高知という土地がね、そうさせましたね。急に鉄板で出したばかり。固まりましたら召し上がりください。ありがとうございます。で、正面お疲れ様です。お疲れ様です。いただきます。じゃあ塩、塩の、そりゃそうじゃないですか。いいですね。美味しい。いただきます。うん、うん、めちゃくちゃ炭の香りが、うん、うんうん、俺鼻から楽しむタイプ。鼻で食べてる。鼻で食べてます今。うん、ナチュラルに今スキズミターだからこうやってやってくる。ちょっとタレもじゃーん、いただきます。うん、はぁ、いい夜ですね。ね、もうこれが終わったら私は何を糧に生きていけばいいのか。ないですよ、人生に目標が。前回いつ高知来たっけな。めっちゃ多分10代の頃だと思う、から10年ぶりくらいだと思うんですけど、私と顔の似てる SK の子が高知出身で、桑原瑞希っていうんですけど、その子がなんか主人公のロケみたいなのを高知でやって、多分高知で学校にサプライズで行ったような気がする。高知の学校に多分で、愛ちゃんがいた、ラブタンがそこにのロケに一緒に行った気がするんだけど、それでなんか瑞希が高知の美味しいものを紹介してくれるみたいなロケをやったのが最後、最後の高知だし、多分唯一の高知じゃないかな。高知は2回目かも。今ちょっとわさびがツンとしてます。めっちゃ美味しい。ありがとう高知、ありがとう好きす。明日も頑張ろう。追いガツオをしました。じゃん、カツオのお刺身、あえてここでお刺身に戻ってきました。みょうが美味しそう。お刺身と、こんなにお刺身食べといて、締めの味噌汁も頼みました。あ、美味しい、最高。あ、美味しい、粉ごさの味噌汁。真面目な話をしてます、高知の夜。皆さん、生きるということは大変なことです。でも、それが生きるということなのです。激アサ、激アサコメント。激アサ。デザートが来ました。芋天バニラ、なんだろう、このサーターアンダギーみたいな芋。あ、いい匂いする。芋天、うん、美味しそう。トプリンです。やった。硬い。うまーい。うまーい。で、こっちはいいプリン、いもてん。おお、この多分あったかいですよね、いもてんが。このあったかいものと冷たいものの組み合わせっていいですよね。あ、美味しそう。見てください、中いも。うん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 。あ、はい。あ、そう、めっちゃ反応。本当ですか？でも NGT まで追って
ックして入ってきてくださった時から気づきそうやった。本当ですか？すごく全然、はい、2枚もらってもいいですか？ちょっとテンポにも伺ってもいいですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。気づいてもらってしまった。すごい可愛い店員さんが気づいてくれました。嬉しい。最近結構街で声かけられたりとか、あのロケ先で言われることが多くてすごい嬉しいです。なんでなんだろう、最近そういう流れなのかな、気の流れ。ごちそうさまでした。ヒロミン屋台、あの屋台です。締め食べたいくらいですよ。え、若い。この顔はめな。ちょっとサムネにしてはちょっと背景がファミマすぎました。ファミマすぎた。帯屋町、お腹もいっぱいになりましたので今日は帰ろうと思います。明日からもみんな頑張って生きていきましょう。こっち、あ、こっちか。あ、もう一個ありましたね。こっちの方が。どうですか？マスクして踊ってる。はい、というわけで高知の楽しい一日でした。皆様またおやすみなさい。